関係を聞かれ、新しい通訳が素晴らしいナショナルズ・ドジャース、日時間25日ワシントン DC ドジャース、大谷翔平投手は24日、日時間25日、敵地ナショナルズ戦の試合前に囲み取材に応じた。元通訳の水原一平容疑者の話や、FA となっていた昨年12月にあったトロント飛行機騒動についてまで赤裸々に語った14分間。様々な質問が飛び出たが、大谷らしい返答が見られた。グレーのニット帽にベージュのシャツの私服姿で球場入り。その10分後、ジャージに着替え取材に応じた。初見山のワシントン DC ということもあり、米東海岸のメディアも多数集結。ブルージェイズ以外に、どの球団と話をしたのか、親友だった人物に裏切られたことについて感じることは、際どい質問にヒヤリとする場面もあった。それでも淡々と、ここでは、具体的なチーム名は控えたい、失ったというか、それ以上に、チームメイトもチームもそうですけど、サポートしてくれる人たちがたくさんいるので、むしろそっちの方がありがたいと言葉を並べた。水原容疑者が、球団から解雇されてからわずか1ヶ月と少し、取材では、チームメイトとの関係を聞かれ、新しい通訳が素晴らしいんじゃないですか、とウィル・アイアトン通訳をいじる場面もあった。アイアトン氏は、照れながら、The new interpreter is probably pretty good、新しい通訳が、おそらく素晴らしいと自らを訳して、笑いを誘った。アイアトン氏の職は、編成部の主任。選手の育成や、能力開発の担当ながら、クラブハウスでは、球団広報との囲み取材の設定など常に、球団スタッフや選手らと話している。大谷がドジャース1号を放った時は訳し方で行き違う場面もあったが、多忙を極めるもう一人の二刀流への大谷らしい感謝の示し方だった。試合前の時点で6塁打、14打点。打率.364、オプス.107は両リーグトップに立つ。記者にとって大谷の取材をするのは昨年9月以来、様々な出来事があったが、記者が心配することなど何もなさそうだった。河村小太、古代河村、